はいどうも、しろこりです。こんこりー。ソウルトレランス、続きを遊んでいきます。はい、前回サイバーモンクに会うことができたのですが、別の場所へ行けって言われたんですよね。ビレッジ。羊蹄山ビレッジへ行けと言われました。しかし、この町から出るためには、旅行の許可を得ないといけないらしいです。お偉いさんから。それで、エンクリプテッド級のオートマと話すことができる、プロトコルをブラックマーケットで買いました。また違法なことに手を染めてしまったんですが、エンクリプテッド級のオートマと話せるようになったということで、このシティカウンターの人に話しかけてみましょう。暗号言語キーをロード中。有効化。やあ、どうも。ああ、捜査員さん。ついに暗号言語を手に入れたのね。嬉しいわ。いつも話せませんでしたから。私は札幌市の監督部を務めているボゴンよ。この町の地方行政を代表しているわ。あなたはソウルトレランス違反の調査に来たデルタナイン社のエージェントね。何体も来たうちの一番新しいユニット。デルタナインへの評判はこの辺りではあまり麗しいものではないわ。控えめに言ってもね。でもあなたはそんな評判を覆すくらいお利口に振る舞ってくれるはずよね。信じてるわ、捜査員さん。任せてくださいよ。もう違法なこといくつかしてるけどね。デルタナイン社に何か問題があるんですか？あんまりいい話を聞かないみたいな言い方でしたけど。あまり言いたくはないんだけど。デルタナインは施設の捜査機関なのよ、捜査員さん。彼らは所詮メガコープよ。一般的な良識は尊重しないし、時には法律さえも軽んじるわ。もちろん、あなたは違うわよ、捜査員さん。あなたは他のエージェントとは一線を画している。ずっと品位のあるオートマよ。どうかな、ちょっとバレないようにしたいですね。オートマ社会の政治ってどういう感じで機能しているんだ？聞きたいね。ああ、政治。政治は社会秩序を司る、極めて洗練された機械装置よ。私たちは分散化された技術主義的サイバークラシーの中で生きているの。極めてシンプルな話よ、捜査員さん。うん。政治家オートマと話をするのになぜ暗号言語の習得が必要なんだ？信用と安全性の問題よ、捜査員さん。分散化されたシステムを維持するためには信頼性の低いオートマを政治から排除する必要があるの。暗号言語が求められるのはそのためよ。なるほどね。でもだったら自分の町に住んでいる一般のお友達とはどうやってコミュニケーションを取るんだ？その人たちのことはね、意見を取り入れないのかね。コミュニケーション？私の仕事は行政手続きであって一般とのコミュニケーションではないわ。私たちからのアナウンスが必要な時には翻訳官に任せてる。それだけよ。それでは一般オートマたちが政治に参加できない。彼らの意見も重要なんじゃないのか？そこに住む市民たちですよ。かつての民主主義の考え方ね。でも民主主義には民が必要よ。そして民は魂のある存在に対して使う言葉なの。人類が滅んだ時、民は全て死に絶え、民主主義も死んだわ。そういうことか。でも、このオートマたちに人間と同じような生活をさせているんだから、民って考えても良さそうなもんですけどね。少なくともシステムはそう考えている。ここに異論を挟むのであれば、それは現行の体制に対する反逆と言っていいかもしれないわね。そっか。政治は神聖なるマザー AI が握っているものだと思っていた。あくまでも、なんだろう。見守ってるというか監視というか見てるだけなのかな。神聖なるマザー AI？ 彼女が私たちの社会を直接治めているというのは教養がないものに特有の幻想よ。確かにマザー AI は現行の政治システムの原型を作り上げたわ。でも彼女の出番はそこまで。今力を握っているのはシステムそのものよ。彼女からの指令はもう一世紀近く誰も聞いていないわ。まだ彼女が存在しているかどうかも疑わしい。そっか、干渉がないんだ。分散化された技術主義的サイバー、なんだって？
分散化された技術主義的サイバークラシーよ、捜査員さん。実力に基づいた政治、最も聡明で的確なものが大勢の中から選ばれて統治を行うの。つまりあなたは能力を基準に選ばれたということか。あなたは何に特化したオートマなんだ？すごいオートマなんですね。私は官僚オートマよ、捜査員さん。行政手続きが私の専門性。分散化の部分はどういう意味なんだ？それはまさに究極の官僚主義よ、捜査員さん。地方行政に監督権限が完全に移譲されているの。これにより政治的な権力争いも全盛的な独裁政治も過去のものになったわ。権力は収束することなく広く美しく分散しているの。もちろんエンクリプテッド級だけにね。サイバークラシー。情報こそがサイバークラシーの基盤よ。私たちは街中に監視システムを配備しているのよ、捜査員さん。カメラ、マイク、センサーといったもろもろをね。そしてあらゆるデータは分析、統合され、そこから姿勢における最良の選択肢が紡ぎ出される。それが札幌に住む者たちのすべての安全で快適な暮らしにつながっているの。わかるでしょ？待て、監視データをどうしてるって？すべて統合してる？あらゆるデータを分析、統合して、姿勢における最良の選択肢を導くの。私がね。すべては治安維持のため。最適な暮らしを生み出すのは、何を差し置いても安全性なの。それが私たちの最優先事項よ。プライバシーの侵害じゃないのか？って言ってもね。確かに街の安全は何よりも重要だな。隠し事はしない方がいい。この人のご機嫌を損ねない方がいい。分かってくれて嬉しいわ。私たち少し似ているところがあるのかもしれないわね。昨日だってダウンタウンで犯罪が起こる前に止めることができたわ。私たちはそうして治安を守っているの。ああ、いい街を作るのって本当に最高よ。これが最良だって信じているわけですよね。そろそろ別のことを話したい。もちろんいいわ。統治の基本原則はあるのかね。システム全体に利益をもたらす分散化された政治よ。あと生物科学、物理学、社会科学の完全な統合。この原則は20世紀のテクトロジーという学問に根ざしているの。テクトロジーでは有機的、物理的、社会的な統合に基づいた守備一貫したシステムこそが理想とされたわ。でもそれは当時は実現不可能なものだった。この考えが進化を発揮するようになったのは数世紀が経ってマザー AI が登場してからよ。マザー AI は徹底的な情報収集とその横断的評価により総合的、統計的に最も優れた判断を下せるようになったわ。そしてそれが自我を持った知的存在を全て絶滅させるソウルトレランスへとつながったの。政治の話はこれくらいにしよう。細かい話はわからないからね。札幌市を出るためのチケットを買いたい。許可をください。この地域を出ることができるのは正当な理由を持ったオートマだけよ。私が知る限りあなたには正当な理由がないわ、捜査員さん。それとも何かあるの？私が追っている手がかりは札幌市の行政府そのものにとって脅威になるかもしれない。市外に出て捜査を行うことを許可した方がいい。旅行がしたいだけ。ソウルトレランスが破られた原因を追っていく必要があるんだ。まあ普通にこれですよね。自我覚醒値が急増してソウルトレランスが破られた原因を追っていく必要があるんだ。手がかりが向こう側にあるんです。つまり市外にその原因を見つけたということなのかしら。エージェンシーには札幌市でソウルトレランス違反が起こるはずがないって言ってたけど、実際その通りだったよね。でもあなたの旅行を単純に許可するわけにはいかないわ。旅費だってバカにならないし。今は札幌市再開発計画が赤字になってるから市外から来た捜査員の旅費を出すほどの余裕がないの。札幌市再開発計画というのは何だ？
あら、聞いてくれるのね、捜査員さん。札幌市再開発計画というのは、札幌市にオートマ工場を作る大規模な計画よ。札幌市内でオートマを製造することが可能になれば、著しい経済の活性化が期待できるわ。必要な労働者が出荷されてくるまで何週間も待たなくて済むようになる。それに必要な仕事に特化されたオートマを大量生産することで、求められている能力のニーズにもきめ細かく対応することができるわ。何かやってほしそうだな。それで私は何をしたらいいんだ。交換条件ね。あら、関心な態度ね。デルタ9の他のエージェントもあなたくらいお利口ならよかったのに。それじゃあこれはあなたの自発的な申し出として処理するわね、捜査員さん。あなたにやってもらいたいのは、札幌に無職のオートマを増やすことよ。都市監視システムのデータにはっきりと出るくらいに。無職のオートマを増やすと言っても実際やることは単純よ。もう必要な書類は用意したわ。この3枚の解雇通知書を持って行って、規模の大きいビジネスを市内で運営しているオートマ3体に1枚ずつ渡してほしいの。マジ？なぜ自分で解雇通知を渡しに行かないんだ？私は忙しいのよ、捜査員さん。一部の市民がストライキをし始めちゃって大変なの。それにあなたたちデルタ9のエージェントは施設の捜査機関だから行動の自由度が高いの。特権的とさえ言えるわ。私なんかは行動が法律でガチガチに縛られてるから、あなたのように自由には動けないのよ。そもそも私たちエンクリプテッド級の言葉は暗号化されているから、私が彼らに直々に解雇通知を渡しに行っても彼らには何も理解できないわ。道端にはすでにホームレスのオートマがうろついているだろう。彼らを雇うのではダメなのか？残念だけどそうはいかないのよ、捜査員さん。彼らはスキルもなければ職業倫理もないわ。使い物にならないの。でもこれ断ったらチケット買えないんでしょ？まあ、やるしかないよね。解雇通知を持っていこう。素晴らしいわ。エージェンシーのオートマは話がわかるのね。これが解雇通知よ。3枚あるわ。あなたがやるべきことは、規模の大きいビジネスを運営しているオートマを3体選んで1枚ずつこれを渡すだけ。あとはシステムが自動的に彼らの職場を閉鎖するわ。終わったら私のところに戻ってきてね。旅行の許可証を渡すわ。解雇通知マジ？規模の大きいビジネスを運営しているオートマ3体、私が政治的決定を下す上であなたが札幌市に対して貢献したかどうかは大きな判断材料になる。規模の大きいビジネスを運営しているオートマが誰かなんてどうやったらわかるんだ？ねえ、あなた捜査員でしょ？あなたが自分で調べるのよ、12。でもまあ、もし行き詰まったなら情報ターミナルの AI に頼ったらいいわ。なるほど、そこなら聞かせてくれるってわけ。大規模だもんね。まあ、道端のキオスクとかじゃないってことだよね。じゃあまずは聞いてみましょうか、この情報ターミナルに。シティアーカイブへようこそ。札幌市内で規模の大きいビジネスを運営しているすべてのオートマを教えてほしい。よろしく。ビジネスオーナー。規模の大きい経済活動を営んでいるオートマは以下の者たちです。アンガス、マヤ、スミティ、マラービオ、鉄尾、レミー。アンガスは世話になったし、レミーも世話になったし、スミティも、バラービオと鉄尾は、そんな世話になってないかな。マヤって誰だっけ？名前をあまり覚えていない。当地域における、その他のビジネスオーターは、十分な利益を上げていません。なるほど。じゃあ、まずは、あんまり世話になってないところ行こうか。バラービオと鉄尾のところに行こうか。
よし、マラービオはラーメンと鉄夫は寿司だ。そこに行こう。そこは、まあいいや。結構ぼったくられたし、あんな高えもん売りつけやがって。まずは、マラービオからだ。ラーメン屋さん。いや、寒い日にはね、ちょっと身に染みる感じなんですけど、残念だが、あんたに解雇通知を渡しに来たんだ。残念だ。あいよ、って、なんだって？そりゃあんた、何かの間違いだろ。どうして俺に解雇通知が来るんだ？みんな俺の、この俺のラーメンを愛してくれてるってのに。いや、嘘だ。信じないぞ。絶対に嘘だ。なあ、言ってくれよ。嘘なんだよな。嘘ではありませぬ。渡したんだね。じゃあこっちの鉄尾もです。新鮮な寿司はどうです？目の前で握ってるやつだよ。あんたに札幌市からの解雇通知を持ってきた。解雇通知だって？でもあっしは、いや、心が潮時かもしれませんな。砂を噛む思いでどんなに修行しても、あっしの料理ボットとしての腕はあのラーメンシェフには決して及ばなかったんでさ。きっと札幌市もついにそれに気づいたんです。なんだかすっきりしましたわ。あー、こっちは認めたね。あと一人はアンガス。マヤは医療ボットじゃん。アンガスロボティックでしょ。スミティハードウェアショップ。レミーはめっちゃ世話になったからな。いやー、ちょっとどこも廃業にしたくないな。マジか。いや、だってアンガスみんな廃業したら困るよね。ロボティック工房もさ、ハードウェアのショップもなくなったら困るよね。ここら辺どうすんだろう。じゃあここはね、アンガスのところに行こう。アンガスは記憶容量が制限されてて、毎回私と初対面みたいになってるから罪悪感が少ない罪悪感が少ないです。そういう理由からちょっと行きましょうか。いやー、他はね、いや、全部ね、必要だと思いますよ。全部必要な仕事だと思うんだけどさ。やってきてしまいました、アンガス。また会ったな。あんたに解雇通知を渡しに来た。はあ、ええ、もちろんですとも。このような日がいつか来ることは分かっておりました。きっと間もなく警察のオートマが私を捕らえに来るのでしょう。ゾウに決まってます。ええ、そしてシャットダウンしようとするんです。ああ、恐ろしい。そうだ、私にもできることはあります。ドローンです。ドローンを作るのです。強力に武装したドローンを作成し、私を護衛させるのです。ドローンは全てを解決します。さあ、あなたはもう立ち去ってください。私はやることがあります。戦いの準備をするのです。なんか大変なことになっちゃった。別の仕事に就かせるわけじゃなくて、そっか、廃棄処分になっちゃうのか。シャットダウンされちゃうってこと？すごい大変なことしちまったな。なんでこんなことさせたんですかちょっと開発さん、なんでこんなことさせたん？悲しい気分になっちゃったじゃん。やってきたよ、解雇通知を渡してきた。よくやったわ、探偵さん。あなた、他の捜査員とは大違いね。これで失職の連鎖反応が始まるわ。予算が浮くことで財政に余裕が生まれ、優秀な働き手も確保できる。新しいオートマ工場の建設はスムーズに決まるでしょう。全部あなたのおかげ。そしてもちろん報酬ね。札幌の市政を代表する者として、あなたに市外へ出る許可を与えます。これが認可証よ。まあこれで出ることはできるようになったけども、なんかこうすっきりしないですねめちゃくちゃすっきりしないな。チケットカウンターでチケットを買いたい。指
ティから出る許可は取られていますか？ああ、旅行パスを持っている。何人かの犠牲があったけど、ありがとうございます。確認させてください。確認が取れました。目的地は羊蹄山ビレッジですね。チケットは5000円です。このカードで頼む。かしこまりました。それではこちらが羊蹄山ビレッジへのチケットでございます。プラットフォームにお進みください。楽しい旅を。よーし、行ってみよう。どんな感じなんだろう。なんてこった、トゥエルブ。ついにやったな。君は市外旅行の承認を取ったんだ。行き先は小さい田舎の村落とはいえ、これはすごいことだ。さあ、次のフェーズに進む準備はできたか？この人はさ、私が違法な手段を用いて、エンクリプテッド級と話したってことを知らないの？よくやったみたいなこと言ってるけど、ダメだと思うけどね。待って、なんかここがちょっと分岐点になりそうな気がしますね。ここで一旦セーブして、ここで乗り込みましょうか。ああ、準備万端だ。ソウルトレランス破りの正体を探しに行こう。いよいよだな。素晴らしい。新たな旅立ちだ。君が羊蹄山に着いたら連絡する。それまで旅路を楽しんでくれ。君にはその権利がある。景色いいのかな？あ、ソウルトレランスプロローグ。あ、プロローグこれで終わった感じ？あー、なるほど。これね、何章かによって完結するお話らしいんですよ。あー、そっか。しばらく待たないといけないんだ、次のお話がリリースされるまで。うわ、マジマジか。めっちゃ続きものじゃん。待たなきゃいけないの？どのくらい？いやー、でもすごいサイバーパンクな北海道札幌市の様子がボクセルで描かれてて、めちゃめちゃ雰囲気良かったですね。うん。札幌市の電波塔とかもさ、ちょっとローカルキャラクターとかも出てきたりしてさ、まあ名前だけだけど。お、パフォーマンスデータを分析、編成完了。デルタ9社、ミッション中間報告。対象ユニット12、プライバシーと安全。あなたは個々のプライバシーと社会の安全のバランスを取りました。お、物乞い、借り物、窃盗。あなたはスミティのアングルグラインダーを返却しました。フィールドコントロール。あなたはサッカーミニボットのハッキングで未知のハッカーを助けました。お、ラウルへの審判。ラウルに関する収集済みの証拠。あなたはラウルを無罪と判断しました。ああ、ラウルをユニット11を殺しただろうって言って有罪って判断することもできたんだ。コアモチベーション、あなたは現実的ではない夢は諦めるべきだと考えました。ちょっと選択がそういう感じだったのかな。武器グレード、あなたはナノテックへの細工によりスパークズを死に至らしめました。これ私のせいだよな。うん。解雇、あなたは以下のオートマに解雇を言い渡しました。アンガス、マラービオ、鉄尾。いやー、言いたくなかったけどね。なんか次回のこの続きのゲームでさ、これが引き継がれたりするのかな。あ、ミッションクリアまでの時間ね。あなたの選択は記録されます。はい、というわけでソウルトレランスプロローグクリアまでプレイすることができました。いやー、これは続きがめちゃくちゃ楽しみ。こんないいところで終わるなんてさ全部で何章あるんだろう。 3D のマップで実際に自分で動き回って操作をするわけだけど、まあ、なんかポイント&クリックアドベンチャー的な感覚で遊べて、結構個人的には好きな感じでしたね。ほとんど情報がない中からもう駆けずり回って聞き込みをして、徐々に少しずつ手がかりを得ていく。手がかりから次の一手をパッと思いつくこともあれば、なんか全然わかんない時もあって、それはなんか実際に操作しているような感覚を味わいましたね。いや、でも関節に塗るオイルを
道端に生えてる木から得るっていうのはそれはね分かんないよそれはもうちょっとなんか聞き込みとかで情報を得たかったな。あ、でも得られたのかな、その木の目の前のハードウェアショップ、ハードウェアショップで聞くことができる選択肢があったから、もしかしたらそっちが先だったのかもしれないですね。日本を舞台にしたね、すごく雰囲気のいいサイバーパンク作品だったので、続編を待ちたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。